はい、皆さんどうもこんにちは。リムと申します。本日もよろしくお願いします。ということで、今回もまた購入編をゆるっと、いや、いつも以上にゆるっと紹介していこうと思っております。はい。それは特にテーマもなく、なんか合間合間にちょこちょこいろいろ買ってて、まあたまにはそういうものを紹介するのもいいかなということで、本当に、ここのとこで購入したものをちょっと紹介していくのと、一番古着の紹介もあるんですけど、まあ古着についてはちょっとお話ししたいこともあるんで、まあ最後の方にお話しようかなと思うので、ちょっと気になってることがあって。なんでぜひ、お時間のある方は最後までお付き合いいただけたらと思っております。まず、新品のものなんですけど、これは。ジーンズさんでメガネを購入しました。以前、動画にもさせていただいてるんですけど、以前はゾフさんでメガネ購入させてもらってて、まあ何本か、そのゾフさんでは作って何本も持ってるんですけど、割とこうなんだろう、ビジネス用というか、のイメージで作ってたものが多くて、で、まあその中でプライベート用のものももちろん作ったんだけど、ちょっと今のイメージに合わない。で、お気に入りのフレームレスのメガネを、今使ってるのが1本だけあって、いや、それだけじゃちょっと心もとないということで作りたいと。で、今回もフレームレスでシンプルなヤンキーっぽいメガネが作りたかったんだけど、ないのね、今あんまりフレームレスのメガネって。まあ高いのならあるのかもしれないけど、別にそんなに高いのはいらなくって、本当に車の運転とかライブの時とか、もうその瞬間だけ。ただその、私服というか、プライベートの洋服に合わせるんで、まあそれなりのこう気分感というかが欲しいと。いう中で、まあ、今回もゾフさん見に行ったんだけど、やっぱね、結構ベーシックなものが多くて、値段は安いんだけど、全然ちょっと自分の今の気分にハマるものがなくって。で、同じ建物にジンズさん入ってるんで、ジンズさん見に行って、まあ、そしたら結構引っかかるものがいくつもあって、まあ、おしゃれなメガネはたくさんあるんだけど、ただ、まあ、あんまりこう狙いすぎててもちょっと気分じゃなくって、なんか、ちょっとダサい感じの雰囲気のものの中間みたいなところがいいなって思ってて、まあ悩んだんですけど、そしたら、まあこの、今回購入したこちらがあったと。これ、すごいシンプルなタイプの、割とこう、おっさんっぽい感じのやつなんだけど、これ本当はもっとクラシックでおっさんっぽくするんだったら、まあもともとここブリッジ2つのやつとか、2本のやつとか好きなんだけど、まあちょっとそうでもないんだよな、もうちょっと普通でいいんだよなっていうことでこれを選びました。まあ値段もこれ安かった。なんかね、一応定番のシリーズらしくて、ゴールドとかもあったんだけど、6600円とかレンズ入れてめちゃめちゃ安いやつで、これいやだったらいいなってことでこれにしてみました。とりあえず、うん、まあ次また買うんだったらジンさんちょっと買ってもいいかなっていう感じの印象でしたかね。スタッフの方もすごい感じのいい方が対応していただいて、そう、感じよくお買い物もできたし、まあメガネの種類としても、まあその、普段かける用のメガネだったら、まあどうだろう、1万3000円ぐらいのだと、まあまあちょっとこう今っぽい感じというか、本当に、そういうちょっと特殊なデザインが入ってたりとか、そういうのもたくさんあったんで、まあまあいいかなっていう感じの印象でした。それと、これはまあ古着というか中古で買ってるんだけど、このバネシアガサングラスを仕事を頑張ったご褒美という理由で購入しました。はい。まあ、いつも頑張ってるんですけどね。このかなり大きいタイプのヤンキー系のサングラス。まあこれ実際かけるのもだけど、本当はメガネにしたくて買ったんだけど、やっぱレンズでかすぎてメガネにはできないって言われちゃって。ということでまあまあ、かけるよりキャップとかに乗せるみたいなイメージで購入してます。これ、1万円ぐらいだったかな ?4、バレシャガのサングラス4本目ぐらいだと思うんだけど、破格に安かったです。で、ちょうどなんかクーポン配ってて、3万円以上買うとみたいなクーポンだったんで、見てたら、この、スニーカーがありまして、バレシャガの。これもともと相当このヒールとかね、ベコベコにやっつけてるやつ。もちろん中古で履いてるのもあるけど、これもともと汚いんですよね。かなり。いや、ソール自体は別にそんなにすごい減ってるわけじゃないし、すごい履き込んでるわけじゃないと思うんだけど、まあもともとね、やっつけてるやつで。いや、これ、通常の発売した時は全然無反応で、まあ正直、多分10万ぐらいかな。
10万近いと思うんですよね、こういうの。いや、このキャンバスのこの手のスニーカーでそんなの出す気全然なかったし、まあ3万円ぐらいだったのかな？ 3 万円ぐらいじゃまあいいかなと。そう、なんか、でかいスニーカー、今も履くし、今も気分なんだけど、その反動でやっぱりこう、なんだろう、シンプルで、割と華奢なものにも目が行くというか、そう、気持ちが動いていて。で、ちょっとまあ秋冬に向けて買っていこうかなと。なんかその、古着と混ぜ合わせたりするのに、正直ちょっとコンバースとかの気分じゃないんですよね。スニーカーはそのヴィンテージのスニーカーとかっていうのがちょっと自分は苦手なんで。そうそう。だからまあ、こう、周りとね、あんまり被りすぎちゃっても面白くないし、サングラスと一緒に、このバレンシアガのスニーカー、ボドイやつね、も一緒に購入してます。あとこれも新品。ちょっと前の動画でこの、グレードオブフィールスのロンティー何枚か紹介させてもらって、いや、その時もロンティーの方が袖にデザイン入ってていいっていう話をしたんですけど、なんせこのクソ暑い日が続くんで、半袖を買いました、結局。まだ着てないけどね。そう。こんな感じの、バックプリントありのもの。これと、2枚。同じお店さんで購入してます。1枚、3000円台ぐらいです。で、サイズは、これも、2XL。で、購入してます。そう。まあ、2XL 結構、まあまあ、サイズ感としては T シャツの感じ、いい感じなんで。そうそう。まあまあ、このぐらいあれば、ということで。当然、秋のね、インナーとかでも使えるんで、まあ、いいであろう、ということで、枚数を増やしておきました。こっからちょっと古着の話、なんですけど、まずは、まあ、じゃあ、全然この、これ、この間、下北に行って、たまたま、特に目的もなく、プラプラしてて見つけた、この、寝る素材のね、パジャマのズボンだと思うんですけど、ウェザープルーフって書いてある。知らんけど。1キュッパ、1980円でした。はい。理想は1200円だったけど、1980円。まあまあ、しょうがないかなと。この色がめちゃめちゃ好きな感じの色だったんで、まあ、シャンブレーシャツとかね、デニム系のコーディネートをダサくするのに、いいかなと。丈もかなり中途半端なんで、それこそあのさっきのこういうハイカットのスニーカーと合わせたりするのにちょうどいいヘボい丈だったんで購入しました。これあれです。前紹介した、その、西海岸さんの、その下北の駅の近くにあるお店さん。そう。あんまり大きくない店舗だったけど、たまたま入り口にあったんで、気になってこれは、即決です。はい。これは、メルカリで購入してます。いや、この辺のちょっとアニメ T シャツ、まあ今ね、すごい人気あって高いんですよね。ちょっと古いやつとか。いや、そんなんじゃなくていい。こういう、このプリントのやつ。まあ、ぶっちゃけ、ちょっと、こういうのって怪しいと思ってて、まあ古着っていうか、防災と、で、新品で売ってそうな。って思ったりもしてるんですけど、まあ、なんせ2000円ぐらいだったんで、まあ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 、別に、その、あんまりこう、深い層の事情はいらないというか。だから安さ、2000円だったから買ったっていうだけ。そう、グレーの T シャツあんまりないし、別にドラゴンボールが欲しかったわけじゃないんだけど、まあまあ見てたら、サイズ感も 2XL でいいから購入したという感じです。これね、前、その、多分購入品で紹介してると思うんだけど、このプラネタリウッドの T シャツしてないかな？ G ジャンだけかな？ G ジャン買って、で T シャツもこれ前に買って、その後に買ってるんですけど、これ XL なんですよね。なかなか XL 以上のサイズが見つからなくて。で、ネイビーあんまりないんで、ネイビーを前に購入して、で、今回、この、同じく XL のこの黒を購入したんだけど、これも XL ね。ちっちゃいんだよね、これ。実はサイズスペック書いてないままメルカリだったから、もう返信ねえしめんどくせえから買ったんだけど、まあちょっとサイズがしょぼいなって感じ。で、ただこれアメリカ製なんですよ。だから本当に古い方のやつだと思うんだけど、さっきのやつアメリカ製じゃなくって、まあご存知の方も多いように、さっきのクレイドオブフィルスも、まあバレンシアガネタなんだけど、この、プラネットアリウッドは、
まあ、これでも本当にバレンシアでやってるの知らんくて、たまたま買っただっていう話なんだけど、この、これどこ製？マレーシア製、これはね。とかの XL のが、はるかに大きく着れるんで、あの、サイズ大きく着たい人、古着で探してね、は、アメリカ製のやつじゃない方がいい。逆にちっちゃいのがいいんだったらアメリカ製の探せばいいと思うけど、まあ、質感とかプリントの感じとか確かにいいけど、まあ別にこれである必要もないし、正直形ははるかに、その、マレーシアとか違う生産国のものの方が良さそうな感じですね。着丈とかのバランスは。バランスが悪い。そう。悪い意味で。そう。だから、あんまりちょっとおすすめしません。で、ハマってるんでね。この、キャップも買って、これ、まずこれを買って、もう、完結する予定だったんだけど、もうちっちゃいのよ、めちゃくちゃ。そう。自分が頭でかいのもあるんだけど、いや、にしてもね、かなり小さい。その、正直そのバレンシアガのキャップより、まだ小さいから、あの、ここに刺繍があるせいもあると思うんだけど、いや、こりゃいかんと。まあ、ダサい感じで被るつもりで買ってるから、まあ、乗っかってるでもいいんだけど、っていうことで、もう一個またこれを買って、まあ、その間にもう一個買ってるんだけど、それはあの、仲いい子に買い取ってもらいました。はい。こっちがね、これは、台湾製のやつ。ね。で、これ、アメリカ製なんですよ。いや、こっちの方がここ立ってるし、まあ、多少はこっちの方が大きい。形としては余計ダサい感じの形になってるんで、まあこれはこれで良かったかなと。両方2000、3000円しないぐらいだったと思う。だからキャップ、T シャツは割と出品されてるんで、まだまだ探せるんじゃないかなと思います。まあ今から本格的にそのバレンシアガの商品、もう結構ね、いろんなところに掲載されてるんで、まあ探す人も出てきちゃうと思うんで、まあ早めに欲しい人は探してもらったらいいんじゃないかなという感じです。T シャツも大体、自分が目安にしてるのは3000円以内ぐらいのものを探してます。はい。この間古着屋さん見てきたけど、古着屋さんも結構あったけど、サイズがやっぱりなかったりで、まあ、高くても4000円ぐらい。4000円超えるものは結構高めだなっていう印象です。そう、それで、いや、その、下北を、半日っていうか、まあ、数時間ぐらい、ちょっとうろちょろ、その、してきた中で、まあ、何度か行かしてもらってる、その、ピグスティさんとか、まあ、欲しいものも特に自分はなくって、まあ、点々とお店を見てきたんだけど、やっぱりこう、下北あたりに行くと、まあ、例えばこのね、ドラゴンボールの T シャツみたいな、やっぱね、3000円ぐらいで、まあ、十分こう、なんだろう。価値はないけど、バンド T も含めて、プリント T シャツいっぱいある。で、そういう中で、あ、かっこいいなって思う T シャツが、全部1万円とか2万円とかするようなお店さんもあって、当然それは本当に古いものだったり価値のあるものだとは思うんですけど、ただ、その、いかんせん長い間古着通ってきて、その、価値があるって言っても、ね、1万2万のその古着の T シャツって自分の中ではちょっと手が出しにくくて、で今平気で3万4万、まあもっとね、高いものを前にもちょっと話してるかもしれないけど、ヴィンテージ系のバンド T シャツとかバカみたいな値段するから、まあかなりね、その芸能人の方の影響があったりとか、いろいろ世の中の影響はあるし、確かにまあ今から出てこないんで値段が上がるのはわかるんですけど、まあその1万2万の古着の T シャツそんなに価値あるかな、なんかそのなんだろう、高い古着を買ってるのに酔うみたいなのないみたいな自分はね思っちゃって、そう、古着なんか安いに越したことねえし、まあその自分が良けいいっていう感じのものじゃないとあんまり意味がないって思ってて、だからみんなが欲しがるから値段が高いわけで、だからみんなが欲しがってるタイミングでその高い古着を買うのは、まあ、このチャンネル的には、まあまああんまりおすすめしないというか、たまたま久しぶりに、この間ね、ヨーダくんにちょっと会ったりしたら、やっぱり、ビッグイー買ったら、20万近かったっていうし、いやいや、お前、まあ、サイズもあるけど、高すぎでしょって、やっぱりヴィンテージジーンズも。
そう。わかるんですよ。わかるんですけど、でもまあ、そういう感じになっちゃってるんで、まあその、要は、いや、いいんですよ。お金に余裕があって、20万のデニムも買うし、20万のスニーカーも買うし、40万のバッグも買える人だったらいいけど、20万のデニムを買ったことで他のものが大して買えないんじゃ、スニーカー3足しか持ってませんみたいなのも寂しいし、そう。ってなるんだったら、なんかバランスよく買いたいなっていうのが、まあこのチャンネルの考え方というか、僕自身の考え方なんで、そう。だからいつもまあそんなようなイメージで物を買ってるんですよね。確かにバネシアガ紹介させてもらったり、前からグッチ紹介させてもらったり、自分自身もね、その、エルメス通ったり、ヴィンテージも当然通ってるし、大好きなんですよ、ヴィンテージも大好きなんですけど、ただ、その値段はね、そうなんかこう、考えて買いたいし、やっぱ田舎ほどやっぱり高いイメージなんで、だったら東京とかに直接見に行って、まあ確かに東京も高いお店は高いんだけど、下北みたいに、高くなくても楽しめる古着はたくさんあるなっていうのを今回すごい実感して、そう。T シャツだけでも相当あったんで、そう、いいなって思うのがね、結構楽しめるなって思うようなものがたくさんあったんで、まあぜひね、その古着欲しいっていう人は、一回そういう都内の古着、まあ高円寺とかもそうなんだけど、まあ最近全然行ってないですけどね、でも下北ほんと楽しいんで、ぜひね、古着探したいって方は下北、ちょっと見に行ってみていただくのもいいんじゃないかなと思いました。はい。まあ、古着が分かんなくても結構楽しめると思う、本当に。だって3000円ぐらいで T シャツ買えるんだもん。そうそう。なんで、高いの買わなきゃいいだけの話なんで、そう。ぜひ、ちょっと古着もおすすめしたいし、まあ、そういう高い古着は、個人的には反対っていうタイプなんで、ちょっとお話をさせていただきました。はい。ということで、今回はね、最近買った購入品と、そんな古着の話を最後に、させていただきました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。